石橋ボクシングジム会長の生島です。よく手首を痛めるということなんですけど、パンチ力強化にもつながるということですね。そうですね、はい。ただですね、やっぱり週に一度はミット打ち、石橋ボクシングジム会長の生島です。よろしくお願いします。お願いします。今日はあの野村さんがよく手首を痛めるということなんで、私が現役の頃に意識してたあのパンチの当て方、当てる部分っていうのをちょっとあの恐縮ではあるんですけれども紹介させていただきたいと思います。それをすればかなりだいぶ変わってくる可能性がある。そうですね、はい、あのずっと固定してあるんで、あの痛める痛めないっていうだけじゃなくて、結構パンチが硬い選手とか中にはいると思うんですけど、それもあの目指せると。あ、パンチ力強化にもつながるっていうことですね。そうですね、はい、お願いします。はい、お願いします。あの結構こういうふうにひねる方とか多い、こういうふうに多いと思うんですけど、僕はどっちかというとこう拳をまずここでこの2本ですね、特にこの1本で当てる意識をずっと現役時代はしてたんですけど、この打つときにここがこのままいくとどうしてもこことか当たっちゃうと思うんですよ。でその時に首をこう外にこうひねって、これでもずっと固定して構えてる時もどっちかというとこうやってずっと構えてました。でグローブの中でこういうふうに構えといて、このままここを当てるつもりでこうですね、こう構えて、この状態でここ前から見るとこういう感じで、ここがそんがるんで、ここが先にあの一番当たりますね。でこの時にどう返すかっていうんですけど、こっち内側っていうよりはどっちかというと外側に僕は返しました。そしたらここが痛めるって、僕よくここ痛めてたんですけど、それがあまりなくなりました。でこう外側にこうひねることで、この拳の感触がこうミットを打ってても結構ここにズシンっていうあの感触がいくんで、だからあまりそこから右手首とかも痛めることが少なくなったんで、アッパーの時とかもこう初めこう打ってたんですけど、結構ここ痛める、それも痛めることが多くて、こう野村さん結構腕力あって、ここをしっかりこう固定しといたら、でこのままここで当てる。でボディも一緒なんですけど、ボディもここ前面で当てるっていうよりはここの1本だけで相手の中に当てるっていうような感じで、突き刺すこうするっていうよりはこうこのままこうナイフで刺すような感じなんで、こうドンドンって刺す。そうですね、こういう風にもらって、この状態でここからドン、このままここを当てる。でここをしっかり握っといたらあんまり痛めることないと思うんで、でパンチも強くなると思います。以上です。ありがとうございます。
っぱり。あいつ、あの感触がきますね。あ、あ確かにこの、ここの硬いのがガツンきますよ。あ、あいつ、これは、はい、フックとかもそうなんですか。あ、フックも左フック違うと思うんですけど。そうですね、あの左フック、僕はじめこうってたんですけど、これも結構痛めたんで、はい、こう、あそこは当てる感じ、ここで、はい、こう、あー、なるほど、あ、ここもうこれだけでも硬いんですね。はい、これだけいきますね。あ、ありがとうございます。確かに、ありがとうございました。ありがとうございます。